どうも、寺田博明です。皆さん、飲食店や通販サイトを利用するときにレビューサイトって見ることあると思うんですけれど、これの星1の評価って見たことありますか？結構辛辣なことが書かれていることが多いんですけれど、もしこんなレビューサイトがあったらもっとひどいこと書かれてるだろうなっていうのがあるんで考えてきました。ということで、言葉レビューサイト星1、日本語に関するレビューサイトの星1を考えてきました。例えば、寺田博明という言葉、これはマセキ芸能社所属のピン芸人で、無断で他の芸人の名前を使ってネタを披露することがあるという言葉です。星1、ぶち殺すぞ。今いるピン芸人の中で一番覚えにくい名前、えらいお坊さんの名前だと思っていた、石田三成とかと同じジャンルの言葉、本当に一文字も知らない、 R1 事務局が寺田信明って名前間違えて表記してたとか言われても、お前がそんな名前だからだろとしか思えない、ヒロがかっこいいだけでこの地位まで上り詰めてる、一人だけ売れてる人がいる男性アイドルグループみたいな四字熟語、ヒロが卒業したら終わり、ソロでやらせてあげて、寺田明になったらライブ行きません、ステッカー交換希望、求むヒロ、譲る寺田明。ね、明もかっこいいんですけどね、寺田好きってね、こういう人もいるということで、結論としては、パクろうと思えば何でもパクれるということで、皆さんは人の名前やネタをパクらない人になってください。ということで以上です。ありがとうございました。